食事、運動、健診、健康ポーズプラスワン。コロナ禍のおうち飲みでお酒の量が増えた方や、おうちで酔っ払うまで飲んでいてお酒をどれだけ飲んでいるかわからない方も少なくないのではないでしょうか。そうだね、皆さんの一日の飲酒量はどのくらいでしょうか。これらは同じアルコール量と換算されるお酒の量です。カード1枚分がすべて同等のアルコール量になります。あなたはカード何枚分飲んでいますか。例えば日本酒1合とウイスキーダブル1杯飲む方は2枚分、ビールロング缶2本とワイングラス2杯弱を飲む方は3枚分になりますね。ではここからお酒の量とリスクを見ていきましょう。これは飲酒量とがんの発症リスクの関係を示したものです。1日2から3合の飲酒をする方、つまり先ほどのカード2枚の方は時々飲む人に比べるとがんのリスクが 40% 上昇。さらに3合以上の方、つまり先ほどのカードが3枚以上の方では 60% も上昇します。中でも特に大腸がん、食道がん、肝臓がんは飲酒の影響が明らかになっているんだよ。そのままの飲酒量を続けていると知らない間にがんのリスクを自分自身で上げてしまっているかもしれませんよ。他にも飲酒量が増えれば増えるほど高血圧になりやすいと言われています。そのままの飲酒量を続けていると高血圧が引き金となって脳梗塞や心筋梗塞になり、介護が必要な状態になったり、お酒を楽しむことができなくなったりするかもしれませんよね。逆に言うと飲酒量を減らす量が多いほど高血圧の予防や改善の効果が大きくなることも分かっています。お酒を長く楽しみ続けるためにも飲酒量を見直して高血圧を予防したいですね。適量は先ほどのカード1日1枚です。これより多く飲んでいる方は1枚分に近づけましょう。健康ウォーズプラスワンポイント、お酒を適量にしてがんや高血圧を予防しよう。えい。お酒の減らし方としては、1日の量を減らす方法のほかに飲む頻度を減らす方法があります。飲み始めてしまうと量を調整できない方も多いと思うので、まずは週に何回かお酒を飲まない日を作って1週間のお酒の総量を減らすのもいいですね。元気にお酒を長く楽しみたい方こそ、今の飲酒量を少しでも適量に近づけてがんや高血圧を予防しましょう。